さあこちらのコースやっていきましょう。コロちゃんへの挑戦状、顔文字がねちょっとパス見深いですねさて、まあ危ないな、よそこから分かってるよね。こうやって最初に出してからここでジャンプしていく。はい、ナイス、いいよ。で緑色のブロックでこれ土管になって絶対初見殺しあるって、まあ、大体分かって、あー違うのか。ほいほいで、ね、どんどん上に上がっていくからの右、あー土管があるじゃん。はい、で赤い土管にとりあえず入っていきましょう。まあな、大体ね分かってるよね。あ、これはワープラッキーと、で青の土管にじゃあ入っていきましょう。さすがにあるだろ。で大体空気読めてる人はね、青の土管は何もねとりあえずないっていう感じで、コロンが、コロンとカロンがどっちか分かんないけど、コロンくんって、いや一回一回しゃがむのだるいなでちょ、もうちょい空白開けてくれないかい。好き、分かった、君のね好きのアピールは分かったから、ハートね、ありがとうありがとう。いいんだけれども、しゃがむのね、マリオもね労力使うからさ、よいしょ。さあ右に行って、ここでキッショイんじゃお前マジで。あーもうこれはね読めちゃったわ。黄色の土管もう何もないっていうことに私気づいてしまっている。あ、だがしかし、いやむずいむずい、いきなりむずい、やめて。うわー、ここでこのレーンで乗ってって、はい、あこれもういけるか。なんだまた土管をとりあえず使えばいいと思いやがって。青い土管はそうなんです、わかるわかるわかるね、気持ちがすごくわかる。この子の伝えたいこと、ここでね初見殺しがあるんだなっていうのはめちゃめちゃわかるし、なんなら土管のここにも最悪なね、こんな感じでゴールが見当たらないってね分かってるよね。そして死んでくと、さあすごいよくわかるあ、やっぱやりやがったなあるんだな、はい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 。いやでもな、これも初見殺しパティな感じもなきにしもあらずで、これは、はい、あー緑色の土管の中に入っていきましょうか。あーこれもよくわかるくんだわ。あーでそっからね落ちる、いいわからん、さらに青くて美しい僕じゃんこれ完全に僕のためのコース、いやこれ僕のコースだね、ためじゃなくね、コロンと言ったらやっぱり青くて美しいのがぽい死ぬんだね。いやコロンのねコースだとやっぱり難しいんすよね。だけれどもまたね、これ僕がこういう風にやるおかげでこうやってうまく余裕で簡単にいけちゃうのが僕の特徴大体な、青くて美しいやつって僕かドラえもんぐらいだからね他に誰かいる、なんならね、みんな募集してる青くて美しいやつ他にいたらちょっと募集するわ。ドラえもんと同じぐらいの、いやここフィジョンも上がって、怖い怖い怖い、どうすんだ、右絶対引っ掛けながら騙しやがった。こっから上に上がって、そのままこれ上に行けばいいの、なんでなんだよ。あそう、右に残って左行ってPか、うわそれ先言って、やっぱ青色ってめちゃめちゃいいんですよ青色の良さをちょっと語ろう。あね、アクセサリーにもすごいね映えるし、お洋服にも合わせやすいしね、そうなんでだって可愛くなるからね。そしてまあ僕の色僕の色があるからね、ここここでピースイッチを押して、よしいいぞ、どうすればいいんだ、こうギアオープンで、なんで入れるんだよ。こんなところでねくじきじゃダメな、負けないこと、逃げ出さないこと、コロンのステージをクリアすること、てれてててててててれて、早くクリアさせてよ、よっギャー、もうやだここ毎回知る、絶対動画にさせるから、ここで、はいはい、でこうもういい加減にして、こうこういうこと、こういうこと、早く入って、いやーナイスー中間だったのこれで、マジかよ、こんだけ頑張って中、まあまあまあでも進めたってことはこの赤いのいらないんじゃないかなって思うんです。赤子いるのかな、それ次第に相当変わるけどね。この青、僕青くだけでいいんだよ僕みたいな、これやっぱりかっこいいな、赤はいらん、はいはい、からの P スイッチを押さなくていいんだよね。一回コインいらないで取ってみようぜ、このね絶対なんか使わない気がするんだよ。そう、そこからこんな上に行ってって上がっていくだけで、おまけコース的なのが赤いのやつをやるだけのねだと思うから、それででもさらに難しいからさ、こうやって
で、公園行くんだって。でも隅っこで赤い扉あったの見えたわ。うん、取んなきゃいけないやつだった。でもそうするとむずいな。おい、行けた行けたよ、行けた、行け行けた、はい、イケアの家具は高いよね。あー、高くはなかった、安かった、いやでもどっちも知らん。違うんだこれね、あのなんで最初から最後までね、こうやってつなげるんですかって思うじゃん。こう喋んないとね、やっていけないんだよ。無言のさ、間の時間が一番嫌なんだよね。だから今日はめっちゃ喋って動画的にもつなげてかわしていくんだよ。はいはい。でここから、あかん、おまけジャンプピン、で、どうすんだ。おい、左に行って、ゴール、右、おまけジャンプ、扉どこ、どこだか言ってこう。危ない、ナイス。でもこれでやっとゴールできた。むずすぎ。ちなみにこれなんか1位あったら青いなんか美しいコース2もあるんだよね。やろうかな、やらないかな、相当やだ。さらに、まあって言いながらやっちゃうね。青くて美しいし。で、セカンド、まあこれはさっきは 1% だったけど、今度は 2% とかだから、ワンチャンいける。一発で、なんなら一発でゴールできんじゃない。いや、その食券殺しだから、ここの、ここで、よいしょ、ジャンプ、オッケー、来た、いいんじゃない、いいんじゃない、いやー、ここの、T をしてって、これ、ゴールも余裕じゃん、あれ余裕で入れて、ねえ、なんだ、簡単やんけ、中間取っちゃったよ。あれ、さっきの、やっぱ青い慣れちゃったからな、全然ごめん、慣れてなかった。じゃあちょっとフラグね、立てたところで、もう行っちゃっていいっすか、本気で、本気で行けよ、ほい、ここから、なんだこれ、オープンブロック叩くの、わからんじゃん、絶対もう終わった。これ、そんな、フラグやるなってね、一気に飛び越える、無理だよね。ほい、1回、2回、はい、団子3兄弟、団子3兄弟ってね、一覧長女の三女、三女、もう何言ってんのかわかんない、わかんない。そしてコロウ、クリアする、クリアする、団子三兄弟てね、やったー。これでコロみたいに美しい美貌がね、手に入るよ、君たちもおめでとう。さらに、よし、体勢やっていくぞ。さっきさ、青いのやつコースやったじゃん、美しいコース。あれね、一回見たいよ。7まであった。そんなもんやらなくていいと思ったから、うん、バトルコースになったけれども、まあ一戦やってね、パパッと1位になっちゃいましょう。うわぁ、青色のキロピゴだけど、これ、ね、唯一青なのに嫌いなやつだわ。青なんだけど、これ、勝てないんだもんね。だいたいフラグわかるんよ。あれなとか言いながら、あれ勝っちゃう感じ、ま、だよなもう、そういうこと、あれ、あ、キラミコ死んでば、だめっちゃトイレ来た、あ、まあ、漏れるんだけど、あ、もう僕がゴールして漏らすか、あれ、ね、普通にゴールできなくて漏らすかの、どっちからから、ちょっとまずいって、早く、どっちも漏らすよ。主人公のマリオ、もう、ちょ、ゴールして、気持ちよく終わりにしよう。で、こう、もうこの動画的にもね、尺的にちょうどいい感じでしょ。お前らさ、先陣切るじゃねえ。なんだそのオスコスクロール。もうその時点で負けが決定した。いや、やつらの背後からになって、研究を重ねていく。だってもうその時点でもうキノピオは、ほら、死んでるわけなんですよ。ね、初見プレイが一番難しいよね、このね。一発でクリアできると思うな。そう、あ、ほら、ルイージがまず死んでなー。はい。キノピオ、コモダンなら死んでなーい。おい、ちょっと待って待って待って。これ、また一発でクリアするの。うわー、いかないでー。いや、ここ、こうして、こうやって、下に下がっていく。ナイス、いいねー。わー、どっかね、ワープするところあんのか。いや、これは、どういう感じかな。待って待って待って、兄さん。よーし、よーし、やってこう。改弁も済ましてね、もうすっきりしたから、これ勝てなかったら、もう勝てねえよな。勝てねえし、あ、クリボーちゃん。もうキャラクター自体がもう忘れた記憶。クリボーじゃなく、ああなんならクリボーいる。これでちょっと終わりにして、これ全員で、ね、やったらね、死ぬ、死んで、そういうことなんですよね。ゆっくり行って、そういうこと、そういうことだよね。ここから、こ、なんでなんだ、いいぞ、お前ら行け、ナイス。で、からの、からのラスト、私が、こういうことなんですよねやったぜー、ありがとう、キノコ同士。今日はこんな感じ、めっちゃ気持ちよく終われる、最高だぜー。解明。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。